真っ暗じゃね。というわけでこんばんは、スプリングです。私は今ここは新潟県阿賀町、これ阿賀野川になるのかな、もうなんでこんな時間にこんなところにいるのか。そう、 SL を取りにやってまいりました。さっきまで米沢にいたんですが、周り見てみてください。何にもありません、真っ暗です。ちょっと気持ちが悪いぐらい誰もいません。もしかしたらクマさんはいるかもしれませんが、バーネット物語ね、なんか今日1時間半ぐらい遅れてるみたいで、ちょっとそれの撮影をしようと思います。まあ容疑者を撮るっていうのはね、あんまりないことですから、それが今日撮れればいいなと思ってる次第でございます。今さっきね、H100K じゃないわ、 GVE400 でしたっけ、それが今通っていきましたけども、ああいう感じでね、水面にも映るんじゃないかなと思いますので、ちょっとここで撮影をしていこうかなと思っております。寒いですね、気温は5度ぐらいかな、もうちょっと暖かいかな。まあまあどちらにしろちょっと気温は寒いですが、撮影の方していこうかなと思います。多分20分25分で列車やってくると思いますので、すごいね、警笛がこだましてますわ。はい、というわけで、準備していこうと思います。よろしくお願いいたします。さあ、左から列車がやってまいりました。これは非常に明るいライトですね。こちらも先ほどと同じ、GVE400 ですね。これは新潟方面からやってきて、これからどこに行くんかな、多分北方とかその方に行くかなと思って、この列車もね結構遅れてるんですよね。水面に列車の光が映ってますね。まあ、ちょうどね、今列車が通過したのところにライトがあると思うんですけども、まあそこがね、踏切なんですね。なのであのライトを使えば SL の形も浮かび上がるんじゃないかなと思ったりはしてるんですよね。まあ実際流し撮りをただただするだけでは結構それでも暗いですからね。まあ少しだけあるその光を使って、今回撮影をしようかなと思っております。まあSL ってのは真っ黒ですよね。まあ巡航とかで撮ると完全に色が潰れてしまうっていう、そういう存在にはなるんですが、まあ実際この真っ暗闇の中で撮るとどうなるんでしょうね。まあそれもちょっと楽しみにしながら、ちょっと撮影の方していこうと思います。列車進んでいきました。まだ SL 来るまで結局20分ぐらい待つんかな。もうなんか花火上がってたよ。ほら、なんか今光ってますよね。ほら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 。マジ？あ、一緒に撮れたんじゃん。まあ、ちなみに私はさっき20分って言いましたけど、1時間の間違いでしたね。あ、なんか車がどんどん来た、安心感がすごいわ。あ、花火上がらんなったわ。さあ、時間になりました。まあ、時間になったと言っても結局遅れてるんで、まあ、時間になったとは言わないかもしれませんが、まもなく SL、磐越物語号が右側からやってまいります。今、かすかにね、なんかヘッドライトのようなのが見えるかなとか、ね、動画を拡大しちゃうとね、めちゃくちゃ汚くなるので、ちょっともうこれは拡大をせずに撮っておりますが、なんとなく白い煙が見えてきてるんじゃないかなと思います。まあ、ここからは実際の容疑者の雰囲気を味わってもらうために、私喋るのをやめます。そして動画の BGM も消そうかなと思いますので、ちょっと音と一緒に聞いてみてください。
いやいや、SL らしい、やっぱり独特の音がしましたね。警笛は残念ながら鳴らなかったんですけどね。駅出発のタイミングで遠くから音は鳴ってましたけどね。というわけで今回撮影をしたのが、こういう感じになりました。いいじゃないですか、なんかね。幻想的ですよね、SL が走るって。で、これ真横カットですね。こういう感じになりました。完全に、いい感じで、なんていうんですか、フォルムも浮かび合ってくれたんじゃ、浮かび上がったんじゃないかな、と思います。やっぱこの SL のたなびくね、煙っていうのがまたいいですよね。いやいや、いいのが撮れたんじゃないかな、と思います。また、何もない場所にやってきました。踏切があるのみ。真っ暗。さあ撮れるかね。ちょっと試してみましょうか。失敗するかもしれませんよ。こっちで撮ろうか。真っ暗ね。ここ道なんですが、見えないね。映らない。ここに信号機があるんですね。この信号機の多分赤になると思いますが、ちょっとこれを利用して撮りましょうか。こんなので明るく映るのかと思いかもしれません。ああ変な方向いた。無縁世界を向いてしまいました。多分撮れると思いますわ。よし頑張ろう。さあ汽車ポッポがやってきました。撮れるかな。あ、結構踏切のチカチカまで目立つか。多分動画は分かんないと思います。さあここでもちょっと私は静かにしておこうと思います。後ろから音がしておりますね。いやー、やっぱり SL がこうやってね、間近に走るとは迫力がありますよね。ちなみに写真は、こんな感じでございます。まあね、SL のフォルム自体は見えてませんが、SL 感表現できて個人的には良かったんかなと思います。というわけで本日はここまで。姫路から老害は7000何歩、そして青森上陸から 973.2 キロになりました。というわけで翌日は、この磐越物語追っかけしてきます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。